皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今日のテーマなんですが、現役教師が語る民間よりブラックな教育現場、平均4時間睡眠、運動部の顧問は家庭崩壊するということでございます。はい、かつては人気職種としてもてはやされた学校教員、小中高の公立学校の採用倍率はピークの2000年度には 13.3 倍だったが、2022年度は 3.7 倍に急落しているということなんですね。はい、過去最低だった1991年度と同じ倍率だが、当時はバブル期で多くの学生が民間企業に流れていたと。一方、現在は当時と違って教員の高齢化や少子化による出願者の減少もあり、状況は当時よりも厳しいということなんですね。なるほど。はい、実際ですね、機械メーカーの営業マンから先生に転職した、教員に転職した方ですけれども、こちらはこんなように答えています。私は公立ではなく私立ですけど、それでも雇用や収入の安定性には魅力的に感じました。それで教師になったのですが、選択を誤ったと今では後悔しています。苦笑いかっこということになっておりますけれども、はい、こちらですね、大学時代に採用試験に落ちて一度は夢破れたが諦めきれずに、27歳の時に改めて採用試験に挑戦、公立は不採用ながら現在の私立高校に採用となり、今年で10年目を迎えるということですね。はい、ただし仕事は思っていたよりもはるかに大変だったそうです。まず勤務時間はサラリーマン時代よりもずっと多いです。一応8時までに出勤することになっていますが、たまった報告書の作成など事務仕事をするため、いつもだいたい7時過ぎには学校に来ています。おかげで平日は妻や子供と一緒に朝食をとることもできません。うん、放課後は大学受験対策の課外授業を行い、その後は事務作業の続きや職員会議、部活の顧問などの仕事に追われ、帰宅は夜の8時から9時。しかも自宅でも授業に使うプリントや小テストの作成をしなければならず、1時間半程度はパソコンと向かい合っているそうです。うん、就寝は深夜1時過ぎで平均4時間睡眠です。おまけに土曜日も午前中は授業で原則週休1日、うん、夏休みも冬休みも課外授業がありますし、部活にも顔を出さなきゃいけない、そこまでまとまった休みを取ることができないんです、ということなんですね。なるほど。なんか、もしかすると勤務校が自称心なのかなというふうに思いましたね。まあ確かにそうですね。はい、課外授業ってありますからね。はい、次です。ちなみに勤務先の高校は進学にも力を入れているが、まあ、地元ではスポーツ強豪校として有名だということですね。はい、野球部は甲子園の指導経験もあるそうです。すごいですね。はい、夏の甲子園に出場した際は貴重な夏休みがほとんど潰れてしまったと。生徒の中には予定があったのにと文句を言っている連中もいましたが、こっちこそ愚痴りたい気分でしたよ、ということですね。なるほど。まあ、応援に駆り出されるからっていうことですかね。そうですね。だから生徒さんも、なんだよと思うけど、同じぐらい先生方もなんだよと思ってるということなんですよね。なるほど。はい、それでもこの方はですね、文化部の顧問をやっているということですね。はい、日曜は部活で練習試合もないため、運動部の顧問の先生方に比べればまだマシと話すと。実際運動部の顧問やコーチを務めていた先生方で、離婚したのは知っているだけで3人、家や子供のことも全部奥さん任せになってしまい、愛想を尽かされたようです。正直他人事には全然思いませんし、明日は我が身ですよ、ということなんですね。なるほど。それでもクラス担任を務めている間は、担任を外れている間よりも仕事量はまだ少ないそうだと。私のところは基本的に担任を3年間勤めた後、2年間外れるローテーションになっています。だからまあ3年2年、3年2年ってことですね。でもその間に PTA や OB 会顧問、修学旅行の旅行会社との事前交渉、生徒指導部などを分担して担当するのですが、中でも特に大変なのが入学案内の担当です。学校説明会や各地で開催される私学フェアは土日に行われることが多く、当然ながら休日返上とはいえ、平日は授業を抱えているので代休を取ることも難しい。さらに平日も県内や隣の、ね、県の中学校に営業をしなければならないということですね。なるほど。実際この方の学校では、その中学校への訪問のノルマが課されられているそうです。コロナの影響で2020年から2022年の間は中止していましたが、今年からは再開。何せ公立は授業料無償化ですし、少子化の影響で生徒を確保するのは年々難しくなっている。前の会社では営業マンだったんですけど、今の方がよっぽどきついですよ。来年度はからは担任を外れるため、入学案内の担当だけはならないように祈っています、ということですね。なるほど。先生が集客活動もやらないといけないということなんですね。はい。そんな職場環境ゆえに、不倫1年目で辞めてしまう人もいると。数年前には同じ教科の新人教師が適応障害で休業。この方や他の教師たちで分担して授業を引き継いだが、当時は入学案内の担当も務めており、円形脱毛症ができるし、過労で体重が半年7キロも減ったと当時を振り返ると。私立だからもう少し楽だと思っていましたが、ここまでハードモードとは完全に想定外。教師の仕事にやりがいを感じますが、犠牲にするものがあまりに多いので、ということでございます。
はい、まあ、結構ね教師がね、まあ、ブラックだよっていうのはまあちょこちょこ動画でも言っているんですけど、うん、はい、まあ、結構リアリティのある話だったかなというふうに思いますね。そうですね、まあ、ただですねこれ実態を申し上げると、はい、あの実は結構ね濃度があります。濃度、はい、多分この方は確かにめちゃくちゃ大変そうだなって思うし、はい、僕の知り合いでも学校教員していた人で、うん、まあ、この方と比べることはできないけども、うん、まあ同じぐらい大変だったかなっていう人もいました。はいはいはい、相当、まあ、ほぼ休みないみたいなね。あ、なるほどですね、うん、で、うん、特に一生懸命やればやるほど授業の準備をしようとしたりとか、はいはいはい、その小テストを作ってあげようとしたりとかして、うん、まあ、その僕の知り合いもかなり時間取られていましたね、うんうん、なのであのそういうですね大変な部分もある一方で、はい、また別の知り合いが勤めていた学校だと、はい、まあ、結構定時に帰れるっていうのもありましたね。そんなところあるんですね。ありましたね、はいはいはい、要はですね学校の考え方とかその先生一人一人の考え方なんですよ、はいはいはい、うん、というのは例えばですね、まあ、私立高校とかになると、まあ、やっぱりその公立とはちょっと違うわけですよ、うん、クビになんなきゃいいみたいな発想にはなかなかならない。まあ、確かにそうですね。そうだけど公立高校だとやっぱり一部の先生方とかは別にクビになんなきゃよくないみたいな。あ、なるほどですね。そうだから別に仕事もまあ適当だし別に授業準備もまあ別に去年と同じことやっときゃいいやみたいな、うん、あ、もう最低限やるみたいな感じですかね。そう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 、うん、だからまあ別に教科書通りにやるけど、通りというか教科書の範囲はやるけど、うん、なんかおまけで小テストとかもやんないし、まあ、中間テスト、はいはい、まあ、別に去年のでよくねみたいな。あ、なるほど、うん、俗に言うサラリーマン教師みたいなやつなんですね。そうですかね、はい、うん、とか、まあ、部活も、まあ、なるべく学校の中でギャーギャー言ってあれはどうだこれはどうだって言って、まあ、楽なとこにしてもらって、はいはいはい、でほとんど顧問として、まあ、例えば運動部だと例えばその危険なことしたらよくないから、はい、監督みたいな人が見てたりとか顧問も顔出す必要があったりするけど、はい、例えばさ、まあ、言い方あれですけどパソコン部みたいなとこだったら別に危ないことはないじゃん。まあ、確かに、まあ、まあ、例えばその、うん、パソコンで変なことしたらダメですけど、はいはいはい、まあね、先生がさそんな監視してる人あんまないじゃん。確かに運動部と比べるとそうですよね。そうだし、うん、そもそも活動が週に2日しかないとか。確かに、あと練習試合とかもそんなに運動部とかと比べるとないですね。絶対ね。そうそうそう、うん、もちろんパソコン部で何かの大会出ようとなればあるかもしれないけど、うん、まあ、緩いパソコン部とかもあるからね。確かに、うん、とかってなると、まあ、正直めっちゃ楽みたいな。でほぼ月に1回も顔出さないみたいな。なるほど。とかでやると、あとはなんかその定時で帰れる。あ、なるほどですね。で別にその労働はしてて労働をサボってるわけではないので、はい、定時に帰ったからといって裏でね、うん、あの人やる気ないよねって言われるけどもそんなん気にしないみたいな。ああ、なるほどですね。結構強いメンタル必要じゃないですかね。そうそうそう、まあ、みんなが勤めてる先生方がみんな同じような考え方だったらいいと思うんですけど、うん、まあ、いいというか そんなメンタル強くなくてもいけると思うんですけど、うん、一方なんか熱心な先生方いっぱいいて自分がなんかマイノリティでちょっとまあ最低限やってた。逆。あ、逆か。逆なのよ。逆。多分田村さんのイメージはなんかみんな同世代で、はいはい、みんな発言力が同じで、はい、それで自分だけ頑張んなかったら言われるんじゃないかって思うじゃないですか。思いますね。違うんですよ。それやってるのって中堅以上の世代なんですよ。あ、中堅以上の世代。そう、つまりだからもうずっと自分の科目の授業はやってて教材もあるし小テストもあるからそれの使い回しでどうにかなっちゃう、はい、あ、ベテランの先生ってことですね。そうです。でその若手に大変な部活を押し付けたりとか、あ、こういう入学案内また広報みたいなね、はいはいはい、とことか押し付けたりとかして自分はなんか楽なところとか、はいはい、自分がやりやすいところの仕事だけやってみたいな、うん、でなんかその会議とかも、はいはいはい、出たり出なかったり言い訳してね、はいはいはい、家のことがとか言ってね、はいはいはい、そう、でも別に労働時間は別に最低やってるんで、はいはいはい、別にそれでね懲戒処分になったりとか、はい、注意されたりとかっていうのも、まあ、しにくいし、はいはいはい、で特に教頭とかさ、はいはいはい、校長先生はこう変わっていく中で、はいはい、結構ずっとその学校にいたりすると発言力も大きくなっちゃって、なるほど、無視みたいな、ね、そうで派閥とかもできてきたりして、あ、なるほど、みたいな人はいるんですよ。なるほどですね。だからその分、だから何が問題かってそういう人たちがいる分若手が損してる部分はあるんですよ、はい、なるほど、うん、ただじゃあね、はい、そういうおじさんたちに仕事をやらせようって言っても、まあ、ぶっちゃけ無理だし、うん、そういう人ってぶっちゃけ無能だと思うんであんまりやらせる必要は僕はないと思ってて、はいはいはい、それよりはとにかくその教員の待遇と、うん、その教員の数を増やさないといけないと思ってるんですよ。まあそうですね。そう、要はその、うん、はっきり言って今のねこの出てきた事例の方とかもうやばいじゃん。家庭もやばいし延期脱毛症とかもう冗談じゃないわけですよ。そうですね。そう、なんで働いてるとむしろなんで働いてるの僕聞きたいですよ。確かにそうです、ね、逆におかしいです。その日本人の良くないところで、うん、闇かけてるのに働き続けるみたいなさ。しかも一生懸命やっても家族が離れていくみたいな、なんか帰ってこないですよね。なんもね、そう、何も帰ってこない。だからそういうのことなんかなんでやり続けてるのかってこと自体が意味がわからないんだけど、うん、まあこういうねことを改善していかないと教員になりたいというか増えないんですよ。まあそうですね。そうだ、僕はねとにかくやっぱ考えなきゃいけないのは、はい、まあ、公立の学校の教員のやっぱ報酬を上げること、うん、うん、やっぱりここはね
お金使うべきだと思うんですよね。まあそうですね、うん、じゃないとなりたがる人がいなくなっちゃう、で倍率がやっぱ下がっちゃいますよね。そうしてもね、今まさにそうなんで、うんまあ、まず待遇を良くする、まあ、まずお金ですよね。当然まずお金は必要だし、あとはその勤務時間を軽減するにはどうしたらいいか、うん、もちろん業務を効率化してその負担を減らすってことは理想論としては言えるんだけど、はいまあ、そもそもさ効率悪いやり方でやっちゃってんだから。あ、はいはいはい、そうってことは僕はねやり方3つあると思うんですよ、はいはいはい、まず1つは人数をとにかく増やす、うん、あの倍率はなんか何点何倍って言ってたけどまだ1倍以上あるわけじゃん。ありますね。じゃあもう取りまくって1人当たりの負担をまず減らすっていうのがまずあるよね、はいはいはい、なるほど、ありますね。それまず1つ、はい、で2つ目がその外部の委託だよね。外部委託、はいはい、そう例えばもうこれもねよくないかもしれないんだけど、うん、もう民間企業に委託しちゃうとっても、なるほど、なんか部活とかだとそういう外部委託が進んでるみたいな話はたまに聞きますよね。そうなんだけど、うん、そもそもの学校のいろんな業務とかっていうのを、うんはい、もう丸投げしてもいいんじゃないのって僕思うんですよ、ね。まあ、確かに先生がやる必要のない業務をやってるっていう話も聞きますしね、うん、先生が。だから例えばさ修学旅行とかもね、うん、だからその旅行会社と折衝してじゃなくて、うんうん、もう旅行会社に予算だけ渡して、はいはい、そこで全部組んでもらって。確かに。そうで基本的にまあ引率の先生がゼロってわけにはいかないとは思うけども、はいはい、その旅行のね、例えば代理店の人をに人員を張ってもらって、はいはい、まあ、例えばその、ねはいはい、生徒の写真とちゃんとね適合させてちゃんと何人いるかとかやってもらうので、はいはいはい、その修学旅行に同伴しなきゃいけない先生の人数を減らすとかさ、はいはいはい、そういう工夫ってできると思うんだよね。確かにできると思いますね。そう、あとはね例えばイベントとか例えばなんか体育祭とかやるときも、はいはい、まあ、生徒がね自分たちで準備するならいいんだけども、うん、先生方がやんなきゃいけないとかもあるじゃん、はいはいはい、それだったら、ね、まあ、派遣のあれとかねそういう、こう、うん、イベント設営会社とかあるから、うん、そこにお金を払ってやってもらうべきだし、うん、確かに。でその予算が足りないならそれは僕は税金で賄うとか、うん、まあ、私立だったらまあ学費とかで、うん、まあ、サポートしていくしかないんじゃないのって僕は思いますけどね。そうですね、うん、ただなんかよく聞くのはなんか そういう調査とかって現場感覚が見えてないみたいな、うん、なんか文部科学省結局上から話してて現場が見えてないみたいな、全然見えてないってるんで、もしかしたらなんか現場にコンサルみたいな人が入って、うん、あこの運営はこうダメ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 全然ダメ、言うこと聞かないもん。言うこと聞かないんですか。学校の先生方はこれが正義って思ってるんで、はい、言うこと聞かないんですよ。 なるほど。なんでコンサルが有効なのかっていうと、民間企業の人は、はい、いや本当はこうしたいんだけどいろんなことがありすぎてできないとか、はいはいはい、そもそも A か B か C か分からんっていう時にコンサルに頼むと、はいはいはい、いやこういうことやりたいんですよね、じゃあこういうふうにやればうまくいくんじゃないですかみたいな、はい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 、あ本当だとか、はい、A か B か C か分からん多分 B っすよみたいな、はいはいはい、言ってもらえるから、もしくはそのいろいろデータをね調べてやってくれるからコンサルが使えるんで、はいはいはい、先生方ってこの人だってそうじゃん、はいはい、そのなんか大変とは言うけど、はい、あれがおかしいこれがおかしいとこまでそこまでいかないんですよ。もう自分がやってることは正しい正義だって思ってるんですかね。そう、はい、例えばじゃあなんで小テストのプリントを毎回家で作るのをやめないの。確かにそうですね。なんでそれを、うん、例えばもう放棄するってことをしようとしないの。確かに。そう、だそういう要はなんでかっていうとね、それは半分いいことで半分ダメなことなんですよ。うん、どういうことだと生徒のためっていう大義名分がついちゃうのよ。まあそうですよね。そうだ、生徒のためになることだったら時間を使っても許されるんだって思ってるから、まず自分たちでセルフブラックしちゃってるのがまず半分あるのと、なるほど、やっぱりそもそも学校っていう場所があまりにもいわゆるその経済活動、要は経済合理性に基づかない方法で運営をされてきたがゆえに、歴史的に効率的な運営方法とか会議ができてないってことがあるということなんですよね。なるほど。だこれもね、以前塾講師チャンネルで以前教員だった方に出てもらった、うん、ことあるんですけど、その会議の時にテーマが決まってないのに会議が始まるんですよ。何について話すか、ありえるうちの会社で。ありえないですね、それはね。ありえないでしょ、はい、例えばだからしかも全員だよ、それは雑談じゃないんですか。そうだ、うちの会社のだからさあの塾のね主要メンバーが集まって、うん、で始まるのよ、はい、で多分田村さんか誰か司会がね、はい、じゃあ今日は何を話しましょうか小林さんみたいな、そんなことしたらぶっ壊されるじゃん。ぶっ壊されますよ。全員ぶち切れじゃん。ぶち切れ、はい、それが普段毎週行われてるの、でなんでかって言ったら、いや水曜日の6時からは話すよねみたいな。なるほど、わけわかんないじゃん、まあ、まあ以前からやってきたからみたいな、うん、ずっとアジェンダも決まってないし、はいはい、話すことも決まってないし、何時に終わるかも決まってないみたいな、そうで、そんなのがどんな学校でもいい多かれ少なかれあったりするのよ。なるほど。でそれはもうね、よしあしの段階じゃないわけ。あ、そうだからもうなんかね、民間に委託するみたいなことも必要なんじゃないのってのが2つ目、はいはい、で最後3つ目、これはね、はい、もう映像授業の導入です。正直例えばですね、申し訳ないんですけど、例えば公民、まあ今ね、公共とかありますけど、科目ね、とか、あとは社会とか、まあ立憲はちょっと実験が伴っちゃうので、まあ全部は難しいかもしれませんが、そういうサブ科目、うん、うん、そういったものは映像授業にしたら、うん、うん、確かにそうですね。正直。
でそれだったらほぼコストなくできるじゃないですか、うん、確かにスタディサプリすでにもう導入されてたりしてはしますもんね。そう、でそうすれば例えば先生方も、うん、まあ例えばねそのパソコン室とかでみんなで見てもらいながら一応先生も自分でね仕事しながらまあちゃんとみんな静かにやってるかぐらいのチェックだったらそんなに負担もないじゃん、うんうん、確かにそうです、ね、そうだし例えば、まあ、そのね、うん、注意をするだけだったら例えば先生じゃなくてなんならもうなんかティーチングアシスタント的な人に来てもらってチェックするとか、はい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 、例えばなんかもうそういう時間をしっかりね自習の時間ってことで2時間ぐらい取って例えばなんか大学生のチューターみたいなアルバイトの人に来てもらって分かんないとこは聞いて教えるとか、うんうん、っていうのを、まあ、僕はした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。確かにそういった工夫の余地はありそうですね。そうだから映像授業を導入するか、うんまあ、民間に運営を委託していくか、うん、あとは予算をとにかくね使って人を増やすかをしないと、まあ、学校は良くならないと思うんですよ。なるほど。で僕ねこれ多かれ少なかれ1個言えることは、はい、先々ね日本のこの、まあ、義務教育、小中までと、あとは、まあ、プラスアルファ、まあ、ここ行く人めっちゃ多いんでね、うん、高校も含めての義務教育プラスアルファが崩壊する日が来るんじゃないかと思ってるんですよ。いや、これ来そうですよね、本当ね。どういうことかというと、まあ、すでに一部の学校は、もう授業が成り立ってないとかもあるんだけど、うんはい、やっぱり、今はまだねある程度体裁保ってるんですよ、はいはいはい、ただこっからさらに三極化ぐらいしてきて、はい、なんとか無難に高校3年間を過ごさせてあげられるような学校と、はい、いわゆる先進的な取り組みをしたりとか偏差値も高くて進学実績もあったりとか、まあ、別に大学合格実績重視ではないけど例えばねこう留学したり高校生活楽しめますみたいな学校、まあ、主に中高一貫の私立とかだよね、はい、ところとあとはもうほんと全然ダメ、うんうん、だから先生もわけわかんないし、まあ、全員ブラックだし、はいはいはい、まあ、言ってなんか授業もわかんないしみたいな学校に三極化というか3つにね多分分離していくんじゃないかなっていう不安があります。なるほど、はい、まあ、ですのでね、まあ、ちょっとこれあくまで僕の予想なんですけど皆さんどう思うかぜひコメント欄で教えてください。それでは最後にご視聴いただきましてありがとうございました。現世版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。